はい、どうも、津軽人のおじさん一応です。今回これやってみたいと思います。ロックマン2、ドクター・ワリーの謎ですね。前回のロックマンでもう、すごくね、まあ、泣きを見たんですけど、まあ、ぜひロックマンシリーズ続きやってもらえませんかっていうリクエストいただいたんで、まあ、ちょっと、やってみたいと思います。はい、ロックマン2は、友達がね、持ってて、小学校の頃ね。で、なんか、隣で見てたんで、あんまりプレイ経験はないんですけど、ちょっと、やってみたいと思います。はい。で、前回のロックマンにはなかったこのパスワードっていうのが、ね、今回から、2からあります。はい。まあ、死ぬこと言わずどんどんやっていきたいと思いますけど、ロックマンは6体だったんですが、ロックマン2から8体ですね、ボス。どっからやっていこうかな。記憶がちょっと、あんまりね、あるやつとないやつがいて、こいつは確か、結構みんな一番最初に言ってたと思うんですけど、まあ、ところどころ攻略サイト見ながらやりたいなと思ってます。で、こいつがなんかめっちゃ、強かった気がしました。クイックマン、ウッドマン、クラッシュマン、フラッシュマン、メタルマン、ヒートマン、バブルマン、エアーマンだね。どうしましょうかね。まあ、こうパッと見なんかあれですよね。なんか弱点はこいつとこいつじゃねみたいな、だいたいわかりますよね。ウッドマンのなんか弱点はこいつかこいつかみたいな、なんかこいつの弱点はこいつみたいな、なんかバブルマンか、まあいいやな、ね、早くやれって話なんでじゃあフラッシュマンから行こうかな。ちょっとね、どんな感じだったか思い出しながらね、やっていく形になるんですけども。あ、滑る。ここめっちゃ滑る、これ。ほらほらほら。これやりにくいっすね。道が分かれてるけど。こっち、どう行けばいいんだろう。上行ってみればどうなるんだ。あーっと、外れだ。外れ。またいるし。はい。とりあえずはまずボスまでたどり着けるようにね、やっていきたいと思います。はい。ロックマンはほんとね、初代ロックマンはほんと、泣きを見たんでね。おっと？あ、こっちから行かないで。こっちからは？いけるか。いけるな。上の残響はどうやって取るんだあれ。また、現段階では取れないとかそういう感じなのかな。くぅー、こいつは結構火力やばいやつじゃない。よいしょ。これ道分かれてるけどどっちがいいんだろう。こっち行ってみる。こっち、まあ合ってるかどうかわかんないけど、くぅー、やばい。やばいやばいやばい。外れかこっちは。なんだあれ、気持ち悪い。もっと回復だけど、こいつ戦わなきゃいけないね。くそ、こいつ落ちた。これ弾かれるか、このカールおじさんみたいなやつ。えいえい。あ、でもなんか地道にこれで倒せそう。オッケー、オッケー。あー、上でよかったな、これ。おっと、足場の狭いとこが。なるほど、落ちたらあいつと戦わなきゃいけないってパターンか。おっ、危な。おーっと、ちょっと、この辺から、この辺からちょっと、微妙にね、足場の広さが。おっ、こいつ、イーカン、通称イーカンってやつですね。前回のロックマンにはなかった、
回復アイテムです。はい。いつでも回復できるんで、これで。これ、ね、あるんだ。わーっと、結局下行かなきゃいけないんかい。そういうことですね。でももうボスのシャッター見えてましたよね。あっと、こいつちょっとさ、こっちに引きつけて、待って。ここから行けないよね。そうだったよね。あれ、いない。ラッキー。滑る。よいしょ。よーし。これ一発、前回のロックマンはね、このシャッターから入って、ボスに到着するまでもなんかね、敵がいたりとかしてたんで。よいしょ。初見でね、ボス戦まで来れたの初めてじゃないですかね、多分。くそ、こいつは、動きはそんな、速くないけど。え？うわ、ザ・ワールド的な？ザ・ワールド的な感じ？やばい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 。うわ、やばい。こいつはちょっと、動きが弱いからと思って高く食ってたけど、ちょっと、こいつ、しかも床が滑るんで、あーら。負けちゃったぜ。まあでも次で勝てればね、いいかなと思ってますんで、ちょっと僕下手くそプレイなんでね、前回ロックマン見ていただいた方もわかると思うんですけど、本当のうまい攻略プレイとかを求める方は本当よそ行っていただきたいなと思ってます。はい。あーくそ、床が滑るからね、またなかなかちょっと、しかもこいつめっちゃついてくるし、ストーカーだ、ほんとに、こいつ。ストーカー、フラッシュマン。ザ・ワールド的な、これがもう厄介ですよね。よっしゃ、いけたぜ。はい。オッケーオッケー。もう何回もやり直してちょっと行かなきゃいけないかなと思ったけど、タイムストッパーを装備します。タイムストッパー。時間止められるのかね？ドクターライトからのメッセージです。はい。アイテム3号が完成した。直ちに装備したまえ。アイテム3号ってことは、1号、2号っていいのかな？アイテム3号を装備します。なんでしょうかね？ちょっとパスワード見てみよう。まあ、メモ取るとかはないんですけど、まあ、一応動画にしとけばね、またパスワード、これ見ながらやれるんで、一応動画にしとくって形で、はい。もういいかな。こんな感じで、やっておきましょうか。じゃあ、ステージセレクト。はい。じゃあ、どうしようか。ボス1体につき1本の動画って感じにしようか。ね、そうしましょう。それか、倒せないようだったら30分っていう、大体の目安で決めて、1本の動画作っていきたいと思いますんで、今回はここまでにしておきたいと思います。はい、ちょっと短めの動画になるんですけど、あんまり30分、まあいいとこ30分ですよね。あんまり長く続いての、何回もやり直すっていうのは、なかなか見る方も辛くなってくると思うんで、極力短くはいきたいなと思ってるんですけど、まあ、長くなったら申し訳ありませんということでね、ロックマン2やっていきたいと思います。はい。で、毎回のごとくなんですけど、飽きたらやめます。はい、飽きたらやめます。ということで、今回はここまでにしておきます。はい、ご視聴ありがとうございました。